藤静香さんって結構女性受けも良かったし、まあ言うとゲイの方とかにも受けが良かった方じゃないですか。娘さんってどうなんですか。コウキちゃん、コウキ占った。いや私はあの会ったことないし、占ってないけど、まあでも静香が実はさ、来年から運気がすごく上がってくるのよ。あら、あどっちがですか。静香が。あ、お母様の方。お母様の方が。だからもしかしたらステージママの方で行くか、もしかしたらまたこう表舞台の方でヒット曲出すかっていう感じで、ちょっとだんだんいいね流れに来てんだよね、静香。あれっていうのもやっぱりね、まあ、本当かどうかの一部ではその木村拓哉さんの方はあんまりこう、うん、芸能界デビューっていうのに前向きじゃなかったけど、やっぱね工藤静香さんの方が結構前向きで結局っていう話ですよね。うん、静香さんの事務所ですしね。あ、そうなんだ。事務所もそうですね。ステージママみたいな。なってる、あのこの間 の今やってるコマーシャルも海外で撮ったやつあるじゃないですか。あの現場に静香さんもいたっていうことで、はい、ついて。私の仲良しのあるこうメイクさんに聞いた話なんですけど、やっぱり静香さんってしっかりしてるんだって。うん、割とふわ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 ってかふわって感じと思ってたんだけど、思ってたんだけど動きが結構慣れてますね。でも割としっかり芯の強い女性なんだって。あの嫌なことは嫌だってちゃんとあの筋を通す人なんだって。なんかあの小ネタなんですけど、はい、ご近所の人も目撃なんで、うん、木村さんの家にの近くに住まれている人でたまに見かけるらしいんですよ。うんうんうん、でお二人が運転されて、コウキさんの、ね、ちゃんを送ってお母様で、木村さんが運転するときは木村さんが運転して、コウキさんはいないというか、まあ、後部座席に座らせてるらしいんですね。で運転もうまくてこうスムーズ。静香さんが送るときは静香さんが運転して必ず助手席に乗せるらしいんですよ。でまあまあいい感じのスピードでガーンとかるらしいんですね。スピードね、そうそうそう、スピード好きですからね。そうね。で、まあその、まあ、もちろんその見た方 の, あの印象ですけど、うん、隣に座らせてドヤみたいな、後期ドヤみたいな、だからいうように見えちゃう。やっぱり木村さんも隠すというか、ちゃんと守るというか、ああっていう感じ、ね、お母さんのね、やっぱ娘に対するあれなんでしょうね。やっぱ娘をこう前に出したいというか、あとやっぱり女同士の戦いがあるのよ。そうなの。そう、どっちがですか。そう、どっちが主役っていう張り合いがあると思うんだよね。それで言うと最近 SNS です、うん、工藤さんの SNS がだいぶこうこってりした感じになってるらしくて。どんな感じ。なんかメイクだとか、今まではなんか物とか、なんか食べ物とか、はい、なんてことなんですか。自分を、自分を。だからさ、年頃の娘に負けたくないっていう女のさ、意地があるのよ。あるんですかね。あるのよ、女同士って。こんなに娘が、ね、こう目立つじゃ、売れちゃってっていうか、注目を集めて、インスタだって何百、どのぐらいだっけ。もうすごいのよ、フォロワーがね。で、まあ、そうだったりとか、これだけだって、シャネルだ、ブルガリだ。新聞広告すごかったですね。すごかったでしょ、そんなこともどんどんやっちゃってるから、あ、そっか、ママとしては。売れてほしいけど。売れてほしいけど。自分も私が産んだ子で、私がそのお母さんで、ドヤみたいな。そう、だからやっぱりさ、張り合ってんのよ、女同士って。はぁ、鋭い。まあでもそれでね、お互い相乗効果でね。そうよ、負けへんでみたいにさ、お互い。これは絶対ね、来年なんで急に関西弁か分かんないけど、いらっしゃいませお客さん来たわよ。だからね、本当にね、これから静香とコキは面白くなると思うんだよね。張り合ってきて。ねえ、どうのか、まあ、まだ若いですよね。だから聖子とさやかみたいな、なんかこうギラギラ感っていうかさ。そうなると、すごいですね。